さておいわけさんごろおいわけ軸を後にしてまいますのが清水の港うど町親分次郎町は虫が知らすかなんとなく今日は心が寒しいとて頭だったるこのものを集めましたよ15、6人浮世話に余念もなく今坂森の真っ最中ところへ来たる三五郎が親分大変こういうわけとありし次第の物語酒飲みながら聞いていた女長が持った杯バッタと落とし、とばかり驚くかと思ったら、さすが清水は大立て者。咳も慌てもするものか。持った杯そっと置く。腰座を叩いてにっこり笑って、バカは死ななきゃ治らない。かわいい子分の石松を。こともあろうか、騙し討ち。それでも、足らずに、次郎長の、寝首をかくとは、ひどすぎる。いくら可愛い子分のためでも石松一人の姿目に11人の人を知らんことを好んでお上の方に片木の旦那にすまねえからそのうち奴らが悪いと気がつき謝りきましたその時はみんなが、みんなと言わぬけど。宮古鳥吉兵衛、目吉、常吉。三兄弟坊主にして、詫び状一本書かして、それで許してやろうと思っていたのに。バカ、太るだけ太っちまやって。俺の寝首を書こうとは、なんたら卑怯な野郎だ。しかし、俺に運があって、あいつに運がなかった。青木屋に三五郎がいなかったら俺の命が危なかったい。三子、ご苦労だったな。親分、どうしましょう？向こうから来てもらっちゃ気の毒だからこっちから出張ってこう。青木屋の旦那にはすまねえが、離れ座敷で11人。見事に今日は曲入りだ。すぐ行きますか。向こうが11人だてえから、こっちも11人で行こう。誰と誰の11人？今、いちいち名前言うから、おめえ黙ってろ。大政、はい。筆取れ。
筆取りましたが、第一番に誰書きましょう。逆言ながら古文の仇討ち、第一番に次郎長と書け。はい、第一番が次郎長と書きまして、次郎長。何を読んで。どうもすいません、弾みがついちゃった。私はね、どうも何かあったらいっぺん次郎長って言ってみてえなと思ってた。こういう時でねって言えねえでしょ。すいませんね。と、2番は誰にしましょう。2番か。はい。立つか這うかの自分から、仲のいい兄弟分の石松が、達者な自分によくそ言っておりました。俺は白い世の中に、命を捨てて働きぶりを見せるのは、清水の親分より他にはねえ。あの親分には恩があるんだ、義理があるんだと、口癖のように言っていた石松も、そのご恩返しができねえうち、人手にかかって死にました。さてはあいつの死に切れ目。今日から私が、石の代わり、あんたの子分となって働くから、石同様に使ってください。その代わり親分、かわいそうだ石松の、仇を打ってくださいよと、泣いて頼んだ小松の七五郎。今俺の子分となり、一生懸命働きながら、石松の仇討ちは、今日か、明日かと、鶴じゃねえが首を伸ばして待っている。これ見ろ。今日は石松の仇討ちと聞いて、向こうの隅で、泣いて喜んでいる。さて、友達に情のある男。二番が、小松の七五郎と書いつくれ。はい。二番が、七五郎ですか？そうだ。親分の命だけど、この七五郎ってのは一番後から子分になったんですよね。そうだよ。お前さん、清水港は鬼より怖いっていう歌は知りませんか？知ってる、大政小政の恋がするってんだろ。そうだね。と、二番誰にしましょうか。七五郎だよ。七五郎が一番後から子分になったんですがね。そうだよ。お前さん、清水の一子分は誰ってこと知ってんでしょうね。知ってるよ。と、二番誰にしましょうか。七五郎だよ。じゃあ、之助五郎、誰が何と言っても二番は七五郎を書くんですか。そうだよ。面白くねえや。たぶんこの七ってじゃ書きにくっちゃねえ。へい、七五郎書きました。書いたからどうして。なーに、やんて。書きはそれでいい。三番は誰にしましょう。三番か。へい。三番はおめえだ。へい。三番はおめえだ。おめえか。おめえと。これ名前がねえんすか、おめえってな。しょうがねえな、おめえだよ。大政だよ。あ、俺かい。安心しや、バカ野郎。小政に大勢半五郎、法院大五郎、増川千右衛門、終わりの大野の鶴吉、終わりの桶屋の吉五郎、賭博間にお相撲を綱。追い分け三五郎、これで十一人か。はい、ん？今の十一人すぐに支度にかかれ。残った下は留守番だ。問屋場の大熊。はい。お前が残った中の年頭。都鳥一家を切ると次郎長が長えわらじを剥がなくっちゃなれん。留守中は間違えのねえよ。万事おめえに頼んだで。おっと、親分。お叱りなすっともねえ。なんだ。あんなものを切ってあなたはわらじを開いてどうすんだ。はばかりながら因果はこの大勢半五郎に任しとくねえ。兄弟分の仇はわしが一人で打ちましたと、恐れながらと願って出れば。お上にはちゃんとお情けがある。あんなものを切って将棋になってたまるもんかい。二年か三年牢内で苦しみゃ立派な体になっつくんだ。親分、因果は半五郎に任しとくでいい。半子、はい。いいこと一つしたことはねえが、俺みてえなものをやっぱり親分だと思えばこそ、因果は背負ってくれてすまねえ。じゃあ万事おめえに頼もう。みんな、今日は石松の仇討ち。恋を揃えて、俗名森の石松と呼び、
南無阿弥陀仏と唱えて行こう。北川でしたが、お呼んできました。できたら行こう。揃いも揃った荒くれ男。11人が表へ出た。明けの岩頂から暮れみそかまで、義経の虹でその日を送る。街道一の親分は清水港の次郎長よと子守歌に歌われた。まず次郎長が先に立つ。その後続く十人が清水港を入れました。途中何の話もなく着いたところはえおいわけじく。青木屋手前となりました。歩みを止めまして、片屋に大きな荒野の張り間がある。そこにみんな体を隠している。三公、はい。そうった青木屋行ってな、青木屋の旦那にお寒いところを何と申し訳がございませんが、ここまで顔を貸してくださいとお連れ申せ。はい、こうこうこう、こら、ヤクザ者は片井の方呼ぶんだから、ごく丁寧にな。はい、こんばん、こんばん。お、お、旦那だ。ちょうどいいや。旦那、すいませんがね。え？ありがとう。一杯飲んでるような気楽な体じゃなくなったん。おまさんにちょいとお願いなんで、お寒いところすいませんが、表まで顔を貸していただきたいん。ちょいとでございます。うちには具合が悪いんですか？ああ、そうですか。今行きますよ。清水一家は、片木におとなしいことをよく知ってますから、こういう時には平気で出る。羽織を持っといで。羽織をしっかり。表へ出る。ピュー、ブー、サミだ。え、何かご用。もうちょっとこっち。はい。もっとこっち。はい。もう少しこっち。はい。もっとこっち。はい。もっとこっちだよ。そこは荒野の張り場でござい。この張り場で用があんでいい。あれ。嫌なところで用があるよ。何です？待ってろ。親分、お湯揚げの、青木屋の親父をしょびき出してさ、この野郎どっから切ろうか。え？青木屋びっくりした。バカ。すまね、冗談言えんじゃん。それでなくとも、片木の旦那方がヤクザモンに呼び出しを送って、なんだろうと旦那心配してるところ、てめえ冗談やあったんで旦那一軒ばかり飛んだと。さっと、どう、子分の悪いな、親分は死の不始末。旦那、蚊にしてやっておくんなない。ああ、親分ですか。ヤクザに強いが、片木に弱いお前さん見て安心した。いけねえよ、三五郎さん、脅かしちゃ。ほら、もうダメだと思っちゃったよ。ああ、驚いた。おや。皆さんお揃いで大変お賑やかで。親分、何かご用。旦那。今日は次郎長が、あなたに折り入ってお願いがあるが、聞いていただきて。ええー、わかってます。他の人なら嫌というが、お前さんにはしょっちゅうお世話になっている。うんって言います。うんって言いますが、あるように見えてないのが金、ないように見えてあるのが百均で、いっぺんにかばっと言われると困るが、どのぐらいでしょう。ははは。片井の旦那とは寂しいところに引っ張り出して、金を貸せというほど次郎長はまだ猛録はしておりません。金じゃねえ。あら、これも失礼しました。なんでございましょう。あなたが住んでいる青木屋という大きな家を、売ってもらいてえがどんなもんだろう。え？あの家を？じゃあ、大っていうのはまだ箱庭と間違えちゃいけませんよ。これは売れません。これは誰がなんて言って売れません。わしはこれほど頼んでも、売れません。
売れなきゃしょうがねえ、頼まねえ。旦那一言断っとくが、今晩あなたのうちに11人の人殺しがあって、それで家が下がっていきますか。え、人殺し11人お、穏やかじゃねえな。わしは入ってねえでしょ。お前さんは入ってない。なあ、いくらか安心した。だ、誰がやられんです。離れ座敷で飲んでいる。11人のあのお客よ。はあ、かわいそうに。この頃世の中は物騒で、悪い野郎が増えました。一体物取りでございましょう。殺す奴らはお前さん知らねえんですか。殺す奴らはわしがよく知ってる。あれ、どんな野郎が来るんです、殺す奴ら。どんな野郎。殺す奴らは、へえ、俺たちだ。え、あの、お前さんが殺す方ですか。殺す方。ああ、結構ですね、それはね。そうですか。あのね、実はこうなったから申し上げるがね、実を言うと親分、あのお客が変なの。あれ、初め旦那だったんですよ。酔っ払って親分になっちゃう。あんまり妙だから覗いてみたら長脇だし、バカ承知でなった博打打ち。ねえ。なんか遺恨があって喧嘩をする。お前さんが強ければお前さんが勝つが、向こうが強ければ向こうが勝つ。これは勝負。さあ、親ならいいと言いてえが、それができねえ。もっとなでなれだ。私のうちに来て、茶代祝儀万端、莫大なお金を使ってくれた、大事な大事なお客様が、今殺されるのを知りながら、わしが黙って見ていたがと言われては、あんまり無責任でこの客商売ができなくなる。金で助けることができるんなら、百両ぐらいまでは出しますが、親分、百両で助けてやっておくんだね。いつも変わらねえ情けのこもったあんたのお言葉、聞かしてやったらあいつらは、涙はこぼして喜ぶだろうと言いてえが喜ばねえ。血も涙もねえやろ。勝手に謝りやがったんで、ざまみやがれって笑ってけちまう。旦那、あんたに限らず納豆を売る人でも、カタギと名前のついたお方が、清水の、あれは俺の知り人だ、助けてやってくれよと頼まれりゃ、一度は助けてあげてえが、どんなお方に頼まれても、あいつらばかりは助けちゃおけねえ。旦那、へ、あなたが可愛がってくだされた、わしの子分の森の石松を殺した、都鳥というな、姉野郎だで。え、じゃあ、あの、用水堀で石さんを殺した都鳥ってな、姉野郎に、あの、石さん。わしはね、あなたのお身内には、随分ご主義になってるが、気が合うというのか、一さんが一番好きだった。シラフの時は、いい。酒飲んだら、虎狼。すぐに喧嘩をする。強いから負けねえ。しょうがねえから、わしがあんたのとこに使いやるとあなたがすぐ飛んできて、この野郎って怒鳴れば、口返答を一つしましたか。あんたの声を聞けば、すぐに黙って頭を下げたじゃないか。それもお前さんが、この野郎めって一さんの頭を殴っていたが、あなたも罪な人だった。褒めてやっておくんなさい。一さんには、いいところがありました。あの人は、赤ん坊が好きでした。一さんがカンカンに怒ってるとこへ、私が、三つんなら赤ん坊抱いて、いっさん、おめえまた喧嘩か、ほら、これでも喧嘩ができるかって、赤ん坊目の前に出すと、何言ってやんだいと怒ってるいっさんが、赤ん坊の顔をひょっと見て、いやー、かわいいな、これじゃ喧嘩はできねえやと、笑ってしまったいい人だった。
った。草場の上へおくつゆの、風待つほどの命だった。ない寿命とは言わせねえ。憎い野郎だ。都鳥。俺が腕ができりゃ、一さんの仇を討つんだがな、と俺が言ったらおっかあが、お前さんは男じゃ弱い方だってや。わしは喧嘩して勝ったことはねえんだべ。今日はあの一さんの仇討ちですか。仇討ち、ありがとう存じます。ありがとう存じます。うちは売りましたよ。うちは立派に売りましたよ。あんまり安くっちゃ困るんだけどな。どのぐらいで買ってくれるんでしょう。いくらかぐらとは言わねえで、付け根で我慢してください。付け根ね。付け根もいろいろあるんだけどな。どのくらいとかでしょう。黙って手を出してください。こうですか。両方。片っぽじゃ間に合いませんか。ありがてえな、ほら。へい、おや。おや。重いぞ、ほら。お、おや。300両ありますが。このうちを300両買ってくれたんですか ?300 両で。だがもう人間の運のいいなんてものはどこにあるかわからねえ。こんな仕当たりの悪いうちはないんだよ。えもう、なんだお前さん。ええ。ここにあのね、物置がありますがね。この物置も、負けとけ。物置なんだからね。だから旦那、300両で買ったからってこのうちを、わしがどっかに持ってくわけではなし。汚れた血を拭いて、あと使うんならお前さん勝手に使ってくんねえ。ほいで、300両はあんたのもの。あれだんだんありがたくなってきましたよ、ほら。お金はいただきました。な、切り込んどくんねえ。ずっと切り込んどくんねえ。冗談言っちゃいけねえ。あなたには可愛い女房子供、たくさんの奉公人がいらっしゃる。間違いがあるといけねえから、お寒いところをすまねえが、一枚でも余計着物を着せ。風邪をしかねえようにして、ちょいと表へ待たしといて、ね、ああ、そうですか。ちょいと押し替えます。とね。青木屋の親父喜んで、300両懐に、戻りましたよ、我が家の。今へ入ってみるなれば、何にも知らない女房は、子供を抱いて白川を、夜船で下る貝の音。おわき、起きろよ。おわき、起きろよ。おわき。ああ、嫌だよ。起きろよ。およしってばよ。だから私がさっき頼んだろ。今日は風邪をひいてんだから、坊やと一緒に寝かしておくれってそう言ったろ。お前くどいよ。なーに、やんで。ああ、耳かせ耳を。なんだよ。なんだじゃない、しっこいだしっこいだ。え？夜中のしっこしは妙だ。早く耳をかせ、ほら。な。え？女房はびっくり。寝ていた子供を小脇に買い込んだ。仏壇に手を突っ込んだ。先祖代々の位牌を握ると、表へ差して飛び出した。奉公人一同に話をする。奉公人も表へ出た。入れ替わって清水一家11人。ぞろりっと入ってくる。千両万両金を出しても買えない宝火事があっては皆むちゃくちゃ。ご迷惑をかけちゃいけねえお上の旦那片木のお方に。わかったか、しょうがせ、しょうがせ。二階の死、下の死の気をすっかり消してしまった。次郎長の行き届いたところ、11人曲切り、お岩家寺君の仇討ち。ちょうど時間となりました。また講演いたします。